皆さんこんにちは。今回は後手番で指していきます。後手番でいきますよと、相手の方は対振り持久戦が得意戦法。後手番でいけ。これが指したかったんだやっぱり取ってくれないやっぱりっていうのは、実はさっきもやったんですけど取ってくれなかったですね。いやー、取ってくれないパックマン。まあ取ってくれないことを生かしてついてみますか。まあ、角道開けるとなんかこうついちゃうと角交換されちゃうんで、なかなかつきにくかったりするんですけど、これで四間飛車棒銀と言ってみますか。これが新時代のパックマン流四間飛車棒銀だと。棒銀だよって、棒銀だよって。四間飛車四間飛車シンプルに指し慣れてないノーマル四間飛車はな、そんなに指し慣れてない。四間飛車穴熊は一時期すごい指してたんですけどね。あ、ってことは四間飛車穴熊にすればいいのか。四間飛車穴熊でこの銀の形に組めれば十分っていう変化があるので、それにすでに組めてると考えれば十分なのではないか説。いやー、でもなー、なんか歩ついて歩ついてで速攻できたい気もする。これシンプルな四間飛車対穴熊になっちゃうんですけど、どういうこと？ちょっとそれどういうこと？どうしようかな。歩つい、歩、まあ歩はとりあえずつくか。穴熊にするか美濃囲いにするかで。いや、美濃囲いでいくか。シンプルにいこう。そうか、相手の方は対振り持久戦が得意戦法やった。つまりは差し慣れてるのか。やめてくれ。やめてくれ。それやめてくれ。こっちは、いやでも待って、あっち側を持ってよく指してたので、この戦法のツボ的な何かはわかるはず。この戦法のツボ的な何かは。でもこれ、つかせてないのがなんか、そんな気がする。まあまあまあ、5筋ついて。これすぐついちゃうと、ちょっと角が飛車取りになるのが気になったので、次につく手を見せていきましょうといった感じで。まあでもな、高美濃まで組みたいし、端歩もつきたいし、でも早く仕掛けたいし、もうわかんないわかんない。あと飛車先の歩を掘り、あー、そういうことしちゃう、そういうことしちゃうんだ。いや、その銀の形いい形なんですよね。組まれちゃうと不満かな。そういうことしちゃうんだって言っていくか。これ白式四間飛車みたいな展開になる可能性ワンチャンあるな。金寄ってきたら銀引いて、で銀引いて角交換を挑んでくると思うんですけど、角交換して同銀に角打って白式四間飛車って言っていくか。あ、角かわされた角かわされました。5五歩同歩同銀同銀同角、5五歩3五銀5七銀か。いやー、これもういっちゃおう。真ん中から角の利きがそれたので歩をついちゃう。で飛車回っちゃう。が手筋に見えるけど飛車回っちゃうのか。いや、飛車先の歩疲れてないの大きいな疲れてないというか、この2手を省略されてるのが大きい気がする。まあでもちょっと飛車回ろう。振り飛車は戦いが起こった筋に飛車を回れと偉い人はよく言う。偉い人はそう言うんです。ただそれが簡単じゃないんですと。これ銀出られるのが嫌なんで歩を突くっていう考え方はあるんですけど、歩を突いちゃうとかえって歩を突かれるっていう話もあって、そのあたりの塩梅が難しい。角出て銀出たら飛車浮いて受けるとかあるんかな。ちょっと変な形に見えるけど、なんか角出てこう真ん中を狙う形にしたいので、ちょっと角出て、あ、でも角出とけば引く受け方もあるのか。こう銀出られてここ狙われた時に銀角引いてここを足すっていう手もあるんで、あ、一石二鳥一石二鳥一石二鳥。あ、待って、これ取られるやん。あ、そうでもないか取られるやんって。取って同銀に同銀同角で金上がって飛車をズドンってくるかと思ったんですけど、そういう、まああるんですけど、それは一応大丈夫そう。いやー、これもう
さあ桂馬使わないで飛車う桂馬跳ねられた時に角取りになりそうなんで先かわしときますか。でまあこっちも桂跳ねる手を用意しておくと。ただ取って取って同銀同飛車金上がる、それは風で大丈夫かな。いやあの穴熊の遠さがよくわからん。穴熊がどれほどに遠いのか。待って逆盤面を逆転して普段と違うん？なんていうんやろ、いつも見てる視点で考えてみよう。これウォーズ指してる時にスマホを反対にして盤面反対にしてみるのは反則なんですかね。そういう規約ないと思うんでちょっと反対にして考えていこう。反対にして考えるとこれは自分が居飛車側を持てたらなんだかんだ嫌に見えてる気がする。この真ん中の角の利きがすごい絶大なんで、角の利きが大きいのでなんだかんだなんか嫌だなって思いながら指してそうですね。ただ5七歩が気になる。あ、5七歩の味に5七歩が味良すぎるって言ってる可能性もあるな。歩打って同飛車なんですけど、そこで桂馬跳ねが飛車取りにしながら活用できるんで、あ、それの味が良すぎるって言いながら指してるかもしれない。いやでも真ん中の攻めもこれ結構嫌だと思うんですよね。結構この角がなんかいつでもこうこの金を切る筋を見せてるのが結構大きくて、そういうの穴熊と嫌なんですよね。このなんていうんですかね、一気に囲いを崩されるような手が、穴熊とは囲いを崩されるのがとにかく嫌なんで、飛車飛車寄る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 飛車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 、パンツを脱がれても取ればいいか。こう本当パンツを脱ぐって誰が言ったんですかね誰が言い始めたのかがすごい気になる。飛車寄ってなんかもうブッチする筋見せていきたいな。飛車引くもあるけど桂跳ねられちゃうんで、寄っておくと跳ねには同飛車があるので、なんか寄って桂馬跳ねられても切っちゃって同歩に銀打って飛車が逃げたら角で金取るみたいな攻め方があるんで多分大丈夫。ただそうか、飛車寄ると角引かれて角成り目指されるか。そこで角引いて、いやー違うなー。あーそうか、角引きが絶品チーズバーガーって言いたいのか。それはそうな気がしてきた。でも飛車寄るか、なんで寄ったんやろなんで寄ったんやろっていうか、引かれた時に何していいかは一切見えてないんですけど、でもなんかわかんないんですけど、あー止めてきたか。あそう、なんかわかんないんですけど、この角を引くとこの金をなんか無理やりどっか動かしてこの金に狙いをつけてた後に飛車を切って同銀に角成りっていう筋があったんで、結構まあ危なかったのは危なかったですかね。これは銀打ちたいかな。銀打って飛車が逃げたら角を食いちぎって同歩に角打って飛車取ったら金でズドンズドン作戦を見せておいて、高見の囲いかっこいいでしょと。なんか4筋から攻められる形に、あ待て待て危ない、飛車切るとこやった。4筋から攻められるところを攻められると高見の囲いちょっと薄そうなんで銀打って、これ先にここで飛車を切って銀を打つっていう手はあるんですけど、それはなんかそこで手抜かれそうな気がするので先に打ちますか銀を。これだと相手の方持ち駒に飛車がないのでこの局面で攻めるっていうのが難しいと思うので飛車を逃げてくると思うんですけど、そこで飛車を切って同歩に角を打てば銀取った時に角で金取った手がもうすごいいい位置、すごいこれ以上ないぐらいいい位置。いやこれぶっさばけってやつじゃないですか。振り飛車党なのかな振り飛車楽しい、振り飛車楽しいよ、さばけ出すと楽しいっていう人そらさばけたら楽しいやろっていう、さばけ出してから楽しいっていう人。あーでもそれ硬いな、穴熊って結局硬いからな。取って同金で行こうってことですね。でもとりあえず飛車取って、こ
これこっちから取ると同金で固められちゃうんで、飛車かな。単飛車で、単飛車で行こう。で、次に、まあ、狙いとしては、飛車成って、同銀に飛車成って、同角、同角成みたいな攻め方が一つ狙いですね。でもそれやりすぎかな。やりすぎ説もあるけど、まあまあ、そういう筋もあると。相手の方は桂跳ねかな。桂跳ねて、あ、それ同飛車か。銀打ちとか刺しにくいと思うんですよね。駒がなくなっちゃうので。でも銀打って逃げて銀打てば一応飛車は積んでるのか。それで詰ましに来る説はあるな。銀打って逃げて銀で。あー、発想は同じ。あ、でも発想は同じだけど、ここの方が、こっちだと銀に同飛車っていう手が一応あったので、そういう手がなくなってるっていう。そういう落とし頃ですね。まあ、もう一枚使わせるために、一回は逃げますか。もう一枚使うのは不満と見て、相手の方はもう一枚の銀は使わないかもしれないですね。あ、使ってきましたね。使ってきましたね。これ逃げると？あ、銀か。ちょっと細かい話なんですけど、これ銀に、飛車逃げて、銀来ると思うんですけど、その後取らせれば、同歩で、こう端歩を手順に突くことができて、逃げ道も広げれるので、そっちの方がいいかな。ここで取らせると同歩ってなるんですけど、この玉頭が開くのって後々ここに香車捨てたりして寄せる筋があって結構危ないので、一回寄った方がいいんじゃないかな。あとここに銀がいてもらえると、この高美濃の形ってここに桂馬を打つっていう寄せが急所なんですけど、ここに銀がいるとその桂馬が打てなくなるので、これはこの方がこちらは得してる気がするけど、その後どうするんですかって言われたら、それはもう分かりません。え、てか穴熊って犯罪じゃない？穴熊硬すぎん。穴熊って硬すぎん。いや、これ穴熊チートだ。チートや。穴熊はチート。これどっから寄せるんやろ。穴熊の寄せ方が分からない。キューボ穴熊の寄せ方募集します。穴熊の寄せ方を。銀もらえるんですけど、銀打っても金引かれて穴熊ダメだわ。穴熊はダメ。穴熊はちょっと将棋としてダメ。これ一回歩突く、銀引いてもらえれば、まあ、香車とかで攻める手があるから歩突き味がいい気がするけど、なんか銀捨てとかされてあれだと嫌なんですけど、まあ大丈夫かな。高美濃囲い。高美濃囲い。で、香車打ちますか。この、ここを狙っていこう。まあ、次、銀取って、同角なら、角成り、同銀、同竜っていう筋がありますし、取って同歩なら、まあ、この空間が開くんで、なんかあるでしょ。なんかあるでしょ。なんかあってくれ。なんかあってくれ。角か、底歩。角で金を狙ってくる。まあ、それ金かわす方がいいかな。まあ、一応次銀取って同歩に銀捨てて、同銀に竜で金を取るみたいな寄せもありますね。でもな、なんか銀捨てるっていう感触が良くないんで、それはあんまりうまくいかないような気もする。むしろ香車取って同歩にも竜で金取って同銀に何かみたいな。まあ、その何かが、何かがあるかは分かってないんですけど、うん。分かってないんかい。分かっててくれ。頼むから分かっててください。何かを降りてきてほしい。考えが、これソフトにかけたらな、評価値はいいと思うんですけど、人間同士が指すと決め手が分かんなくて逆転するパターンにも見えてくる。そう、ソフトって最善手が見えるから、その形勢大優勢ですよって言うんですけど、その大優勢につながる一手が見えなければもう何も意味がないですからね。で、将棋はその大優勢の一手を見つけるのが難しいゲーム。つまりは将棋は面白い。つまりは将棋は面白い。そういうこと。銀引きはやりづらい。まあ相手の方も角とかを考えてるのかな。角は金寄るか。多分角を打つ予定で角取ったんだと思うんですけど、
あれ意外に金寄られてその後泣くねっていうことを考えてるんだと思います。でもやっぱり角交換したし、やっぱり角打つぐらいよなみたいなノリで角を打ってきて、今金寄ってきて、あ、やっぱりそれで難しいよなみたいないや、わかんないけど全然違う。てか今銀で両取りかけれたやん、なんでかけへんのまあ同角成同金銀の筋はあるけど逃げて大丈夫だって気がする。まあでもちょっと怖いかなそれはなんで逃げへんのっていう、自分に切れる。取って同歩銀、同銀竜で金取る、取って銀って強者もあるんやな。まあそれはでもあれか、取って同歩銀、同銀竜で銀埋められた時に角をぶち込んで同銀になんかみたいな、ないよな。銀を絡んで、いやーでも穴熊を寄せるにはそういうのをしていかないといけないっていうのは噂では聞いたことある。待って、同歩で銀ちょっと打っちゃった、同銀で竜で銀の時に何も見えてない角か、そこで銀取らせて銀取る、あ、竜取らせて銀取る、うん、なんとか、あーね、銀絡む、これは角を通した意味なんですけど、銀絡みおじさんは穴熊はとにかく絡んでいくのが大事。穴熊は絡む、取るのは銀なりで金取る手が嫌味な気がする。でもどっかで底強で粘られる手があるんで、それは警戒しておかないといけないんですよね。一応この手は銀なりからの詰めろ。あー出た、底強粘りおじさんだ。あー待って、これ同銀で銀取りになる、うっかりした。てかこれ角成りがある、てかならずで取ろうと思って変なとこタップした成りになっちゃった。まあでも角で絡む手がこれ逆にうるさいかもしれない、これ逆に得したかも成銀取ったら馬取る、馬取ったら同成銀で成銀が使えてくるんで、これは馬を取る。竜取り、竜取りヘップバーン、竜取りヘップバーン、よし将棋は勝ち、よし、そうですね、これは将棋は勝ちですね。まあ、時間的にもこちらが勝ってるんであれですね。いやー、感想戦していきます。というわけで今回はパックマンからの出だしだったんですけど、取ってくれないパターンでしたね。まあここから四間飛車で戦っていたんですけど、まあ全体的にはそうですね、まあソフトはやっぱり序盤振り飛車悪く出ちゃうんですけど、まあそれを加味すれば基本的にずっとこっちが右肩上がりの将棋でしたね。ずっとこっちが良かったみたいです。でまあこんな感じで中央から攻めていけば、やっぱり角が効いてるのが結構大きいですね。相手の守りの金を狙う位置にいるので、でこんな感じで絡んでいくことができるので、こちらの攻めが厳しいと。で銀打って、銀打たれたんですけど、まあ一回逃げといて、で銀でまあ強者補充しておいて、取って同歩でまあ自然と逃げ道も広げながら指していくことができるので、こちらが十分な局面になってます。ただこの飛車打ちの時に決め手級の手があって、いやーこれちらっと見えてたんですけど、ちょっと差し切れなかったんですけど、これここに強者打つ手がありましたね。これ例えば同銀なら竜で金取って、同角同角成で駒得しながら寄せることができます。でもう一つ竜、あ、強者に同角もあるんですけど、これも角切って同銀同竜とすれば金銀2枚もらえるので、これはこちらがいいですね。なんで強者には同桂が気になるとこで、これが嫌でちょっと選べなかったんですけど、ここで銀打って同金には竜で王様取れるので取れないですし、この時に底強打たれてつながらないかなと思ったんですけど、取って、まあ、例えば同銀なら歩を打って、同金ならこう同角ないともう切ってしまって、同角に竜で強者取るみたいな感じで攻めていけば、これは相手陣崩壊しているので、寄り形ですね。なのでこれで一気にいけばはっきり勝ちでした。いやーこれ、そうか、これさせたらかっこよかったなこれはドヤ顔できましたね、これで勝てたら。いやーちょっとこれはドヤ顔できないですねこれは安全路線でいってるんで、まあとはいえ、まあ、元がかなり良かったので、形勢的にはかなりこちらがさっきの寄せを逃したんですけど、まあ良かったのは良かったですね。でまあこんな感じで攻めていって、最後はこの竜を取る手があって、
まあ、次角打ちとかで相手玉迫っていけば寄り形ですし、こちらは全然寄らない形なので、最後は相手の方の投了でこちらの勝ちになりました。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。